はい。タチャハオ。こんにちは、シャメイです。本日もマージマンション続きをやっていきたいと思います。さて、ガレージ美化計画、お邪魔虫の単語編がね、始まっておりますので。でも、このマーティーすっごい可愛いよね。ちょっと、お皿とかドリンク持って、あわあわしてる様子が。ああ、でもそんなに納品物しんどそうじゃないね。よしよしよし。 待ってお土産じゃなくて、プレゼントは <laughs>、プレゼントじゃないえっと、ご褒美の。ご褒美は B カードか。ポイントはこれ何ポイントくれる ?50。あー。50。250の。500か。500くれるんだね。 じゃあ結構美味しいのではでは <laughs> えっと、ピクニックテーブルを、そうやって、今何がいるんだっけちゃんとハグしてない <laughs>。ピクニックテーブルを、もう一個作りたいが、 今ね、すごい煙たい <laughs>。違うんすよ。あのね、ちょっと昨日、カトリー線香をちょっと焚こうと思って、あのね、めったに炊かないんだけど、まず、あ、これかな、デッサンと射精。そこだねそう。めったに炊かないんだけどね、カトリー線香をちょっと昨日は、数年ぶりに炊こうとして、 あれかとり先行。まず探すところからだよね <laughs>。どこにあったっけっていう。で、母の部屋にあったんですが、その前にね、えっと、ちょっと、母の部屋を探す前に見つけた、 かとり線香が最初にちょっと炊こうとしたのがあのよくある緑色のかとり線香ねあれを最初やったんですけどあれあんまりね自分はちょっと香りが好みじゃなくてあ,あれ好きな人申し訳ないです <laughs> 香りがちょっとあれあんまり好みじゃなくてでねどこのメーカーか知らないんだけど あの緑色じゃなくて、茶色っぽい色のね、取り線香が。ちょっともうごめん、メーカーもよくわかってない。後で調べとくね <laughs>。調べてちょっとね、貼っとくね。これね、結構香りが好きで、概要欄かコメント欄にちょっと貼っとくよ。これ結構ね、取り線香としては、なんかお香としてもいいかなぐらいのね、香りなんだよね。あ自分としてはね。でも、でもなんか狭い部屋で、 網戸に模せて炊くと結構しんどいかもしんないね <laughs>。で、そう。で、結局その緑色のカトりセンコはねあの、使い始めたんだけど、ちょっと苦しいなと思って <laughs>。結局その縁側でそれは使うことにして。縁側というか、ベランダというか <laughs> で。使うことにしまして、え、一口サイズのスナック。 どれを優先すべき14まではいったけど。いや、とりあえず、これを、収めるものをちょっと収めたいんだ。チョコレートね。と,というわけで、結局、その、香りが好きな方の蚊取り線香を網戸にして、 炊いたよっていう、それだけの話なんですけど、ちょっと最初に炊いたカトリ取線香と、後半に炊いたカトリ取線香と、ちょっと今、香りが混ざって <laughs>、ちょっと煙たいっていうね。空高く飛ばしたタコ。うわ、これ持ってかれるのか。100。うーん。まあでもしゃーないか。 クリスピーの遠投。あ、30体力くれる。ありがとう。ありがとう。15までいったね。あと4日で ?4 日で30とかまでいける ?30 とじゃない。32までいかないと何にも進展しないんだ。うーん。ボートに乗って池でプカプカ。 今日どこまでやろうか大はしゃぎの水かけっこうんこれってレベル8作ったことないんだったっけな 記憶が失われているちょっと収めるものを収めてくるかまずはポイント結構くれるからねこれとこれとこれとミツバチは割とささっとできそう問題はレベル5のこれが結構 こう重たいには重たいかな。あとこれだね。アボガドトーストもちょっと重いかも。というわけで、マシュマロもちょっと減ったことだし、アボガド、アボガドトーストもでも、今日できないかも。 でも今日枝が結構出るね。いいのか悪いのか。明日また焚き火キャンプファイヤーやるか。これ。で、で蜜蜂はこれでオッケーどうしようかな。これから行くか。何がいるっけ <laughs> すぐ、脳から抜けていく。あとは、カトラディ、違う、アンティークカトラディが1個。以上か。そんなに、死ぬほどヘビーってわけでは、なさそう。これくらいにしといて、こいつが使った。 で待ってよ。もうちょい出しといての5セこれで収めてこよう。ちょっとごちゃごちゃしてる。アンティークカトラリーセットを カトラーはこれでいいね。とはいえ、収めるものか。うん。これは使った。ま、あ、これくらいにしといたるか <laughs>。 えーっと、これも使った。で。これこれ何でチェックもああ、そうか。そうか、納品で使うんだ。これくらいにしとっか。 ちょっと怖いでキンキンに冷えたジュースんーちょっと待ってよ何と何がいるっけあーアウトドアのさまざまなアクティビティええー、と待ってよ チーズトマトが3つ、チェリーが4つ。結構いるぞ。あー、やっぱ下がったか <laughs>。ちょっと待ってよ。ちょっと自転車操業になるな。 うんもう一回、ここまで使っちゃったし。一個、チーズトマトとチェリーは二つまで収めよう。チーズトマト1位。チェリーは二つまで収める。残りは、ちょっと一回合成して、出す。 これ一回出しとくか。これと。あ、でもいけるな。いけるけどちょっと待ってよ。結構残りが。一回回復していきます。まだね、いくつかあるんで。メインを進めるのは、しばらく。しばし待たれよ。 だね、しばしがどれくらいなのかは人によるね <laughs> どうするかなまずワンシート目を優先させるのもありかないやでもワンシート目作るためには待ちたまえアボカドのあれを作るためには このキッチンテーブルを、違う、ピクニックテーブルを作る必要があり、がって、どうっってよ。今、いかにも収めてしまいたい気持ちにはなるが、先のことを考えると作りましょうという。うーん。 うーん一回ここまで作るで出し切る7タップで多分崩れるんだっけ これももうちょっとだけ強化しましてあれ使ったのこれだよね。よしよし。これとこうしよう。ちょっとだけ出して合体でもう一個待ちだね。 とりあえずピクニックテーブル作んないと。できるかなまた体力切れにな体力切れかタップ数ぎれになりそう。タップ数ぎれはね、結構あるあるなんだよね。できれば今日2シート目まで行きたいんだけど。いや、無理だな、これ。2シート目は無理か。なぜならあのアボガド、 サンドあれが多分きつい。うん。テーブルできたんで。どうしよう。できたんですが。やっぱフルーツが出にくいな食材か食材が。 比較的出にくい。どうしたら予感べ予感べどうするべうん。スイカは合成しちゃっていいかなわからんな。 いや、とりあえず合成し、テーブルに放り込み、で、もう一個、キッチンのアイテムを放り込みたいが、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。一回、 もう一個出そう。あ、待って、こっちが、閉まったな、これ、だいぶ溜まってる。50以下にして、後でまた来る。<laughs> 間違えましたね。でこっち。慌てるとおかしなとこタップするよ。終わった。あー。<laughs> ああ、どうしようかな。いや、もうここは合体でいいかな。こうで、こうで、うっかり合成しないように注意。今、シートでいるのが、これがやっぱきついな、アボカドトーストレベル4が。 うん。楽な道のりではないな。じゃあ、ハサミを使うほどかっていうと、うん、そんなことはないんだよね。まあ、いや、今出とるやつだな。今出とるタスクは、とりあえず、この、シート。帽子を収める。 帽子もう一個。いや、でもアボカドトーストが多分できないかな。まあ、いや、とりあえず収めて。ちょっと待ってね。何がいるっけチェリーはいいとして。 あ、一時、そう、た。トマトチーズ。うーん。トマトチーズ。いや、待機だ、これ。<laughs> どう考えてもいや。チョコだけ作るか。いや、チョコも、どうかなできるかなどうなのだ ででききるのかできないのかかないえー、っと一回マックスを作らないとチョコはできないからちょっと待ってよいやえっとまずこのボール遊びやよボール遊び チョコを作るんだ。いや、今日は無限使っとるような感じじゃないかな。あれ、ちょっと待ってよ。無限を使うような感じでは多分、ないので。よいしょ。ちょっといろいろ、じゃあまだ泣こうか。 で、もうちょい。蜜蜂ってでも可愛いけどね。針持ってんでね。恐ろしいよね。バチはさ、針一回刺したら死んじゃうけど、スズメバチは恐ろしいよね。あやつら針何回でも刺せるって、チートすぎませんか <laughs> チートだよね。 針出し入れ可能だからさ、スズメバッチは。何回でも刺せるんだ。あの、ミッツバチはかわいそうに、一回刺したら、針が体から抜けて死んでしまう。かわいそうなやつはないや。ただ、やっぱり刺されると痛い。<laughs> 痛くないわけないよね。彼らだって、 それは家族を守ってるんだからさ <laughs> うんいやどうしようかなあまだだったそろそろこのオリーブの木も切れる気がするがどこまでやるか 今日なんかあんまり大したことしてない気がするんだよね。やっぱ無限使うか使わないかって自分の中でやったぞっていう感覚が結構違うかもね。うん。一回、ちょっと待ってよ。あれタスク。 ちょ,ちょっと待って、一回戻る。あ、また50超えてる <laughs>。完全に忘れてた、今 <laughs>。だかで、一個のことに集中するとね、他のことを忘れるね。いや、まあ、必要なことなんだけどね。集中できないっていうのは問題だけど。 もうちょっと出す。だけど、50を下回ってれば、オート回復が入るんで、ちょっとその方がお得っていうね。それだけの話。よいしょ。えっ、ー、と、 やけにレモンネード出るなえ。ありがたいけど、なんかすごい出る日と出ない日がある気がする。このイベント専用合成アイテム。うん。お、もらえる。 まあ、もらえるものはね、さっさともらって合成してしまう。置いといてもしょうがない。ただしね、なんかギリギリを競ってるグループで、グループの中でギリギリを競ってる戦いをしている人は、おそらく、最後まで、ちょっと勝負、 どこで仕掛けるかみたいのは考えた方がいいかも。特にギリギリをもうせる気がない人はもうバンバンアイテム合成、アイテム使用していっちゃっていいんじゃないかなと思うけど。ギリギリの戦いをする可能性があるので。でも今ね、結構2位の方と話されちゃってて。 あんまり戦う意味はないかもしれない。私的には。ギリギリで戦える状況ではなくなってきたから。うん。残り10か。一回戻るか。一回戻りまして。今日の、そうか。交換してない。 うん、お結構いいいいのくれるいいぞ悪くないでメインは進んで おりません体力回復しちゃっていいよねいいよね50でダイヤおっと40までいったぞ結構早いんじゃない今月はあと12日あるから結構頑張っているのではいやそんなに頑張った覚えはないけどまあ結構進んだのでは 問題は待機時間なんだよ。ピットチョコレートできてたね。ボール遊び。はい。うん。ちょこっとお昼寝。200くれるね。はい。えー、どっちいや、でも、期限がこっちのが短いから、こっちを優先させるか。 ちょっ,と待ってよまずは出せるやつを出していくこれが何個かいるのが結構ハードルが高い。 よいしょ。よいしょ、よいしょ。キャンプファイヤーなんか二つ目が、え、三つ目ができそうだね。ん違う、これが三つ目か。四つ目ができそう。なんか、急に画面がスローになってない大丈夫かなこれたまになんか変になるな。<laughs> 私のスマホのね、原因という可能性も、多いに。 終わってもうた。終わってもうた。何もかも中途半端。え、じゃあどうしようかな。次回までにこれがすべて、いや、すべて台湾が最後の一個残し、いや、2シート目も入るか。2シート目とかもやっていますね。入っていますね、多分。 内容がそんなに多分、ピクニックパニックの時と変わってない気がするので、多分、そんな、びっくりするようなことは起こらないかと思います。これだけ収め、収める収めるか。都会の喧騒から離れた大自然。あ、それ、 取られるんだテーブル完成直前の。うわー、まあこの辺もね、次回までに両方とも収めておきますか。ランニングとジョギングも収めちゃうかなるほど。<laughs> あと35の体力ですが、これも、これ待機、テーブル待機、バスケット。 と待機、オリーブの大器。あとだな。特にやることがないかもしれないが、これだけ少し強化したら終わっとくかなうん。こんな。 使ったあこれも使いかけだっけあ合成しようかよしじゃとりあえずねこれはここまでということであこれも合成できたかやることやることがもうないこれ待ちだねでも1個しか多分ね アボカドサンドかな違う、トースト。一個しかできないかなもう一個は頑張ってね。ちょっと裏でやっておきます。多分、次回は2シート目に入るところか、3シート目に入るところか、まあ、どっちかで始めていきたい。というわけで、あとね、何時間 ?2 時間ぐらいで、ガレージ、微化計画じゃなくて、 ガーデニングを。こちらが終わるわけですが、3時間か。もうちょいここからも出すか。なんとかぴったりにならんかなと思ってね、さっきからやってるんだけど。やってるんだけど、この苗レベル1が。あ、出た。うん、そうだな。 ここうこうでこの辺も合成しようか。でこうでこうで。カメはどこを消す まあ、どこでも行っちゃいいか。この辺しとくか。で、イルカが出来上がったけど、中身がな、中身が、違う、仲間がないので、<laughs> 仲間がないので、置いておきます。というわけで、体力、こちらも0になったんで、一回ここまでかピクニック、あとこれだね。 あまりにもハンマーもう一個がね重たすぎて <laughs> 重たすぎてなだって流木までできたよ流木はあれどこ行ったあったハンマー 流木の上がハンマーだっけあ全然違ったハンマーはこっちかこっちだった運要素強め <laughs> うん全然ヘラが出ないね出ないね 不安になってくるね本当に中にこのヘラは入っていますかみたいな <laughs>。ああでもあとはまたムービー見て体力増やしとくか。というわけでね今回はここまでかな。ご褒美がレベル21にしないと。 もらえないそしてくれるのはレベル8無理だなあと3時間ではドアガいてもまあ裏でねもうちょっとやっておこうかなじゃあ今回はここまでにしたいと思いますメイン進まなかった <laughs> イベントがねぼちぼちガレージ美化が進んだかなぐらいですね これうん。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。